こちらの菅野緑雄の柿にお花を入れました。お花はこちら赤い小さな椿なんですけども、いちこわびすけという椿です。でこちらのちょっとよく見たらわかるかと思うんですけど、芽吹き始めてます。これが土佐水木という枝物になります。ちょうど今ぐらいからこう芽吹いて可愛い緑色のものが出てくるんですけれども、ちょうど今時期の花材の取り合わせになります。で、正面から見るとちょっと分かりづらいかもしれないんですが、かなり前傾に前の方に倒れるように開けてます。これがまあ投げ入れの特徴なんですけれども、水に投げ入れたその姿、あとお客様、私どもの方に向かって花が語りかけてくるようにこう前傾に行けるのが投げ入れの特徴の一つでもあります。なのでこのような前にふわっと私たちに花が語りかけてきてくれるような感じで花を入れています。